優勝が決まりました、はい、いやー7連続ストライク、はい、下地さん、相当これ対応難しいだけで、対応しストライクを続けていく技術といいますかね、はい、対応力といいますか、はい、その辺はやはり世界でもトップ、世界トップで活躍する選手ならでは。このホームからしっかりと決めました。自分の間合いでいいスタートしました。ぐーんと日本一のバックスイング、高さからいたいいボールです。重要な一投ですね。西村が3つ目を持ってこれるか。第6フレーム、さあこのライジングショットの先にはよっしゃ、ナイスボケー、文句なし。さあ西村と吉田が並びましたよ。しかも224もハードルが見えてきました。4つ目をつなげていけるかどうか。ライジングショットが放たれた、よっしゃ、違います。あと3投で決まる第36戦の優勝、西村がいた、戻れ戻れ、難しくなりますね。そうですね、非常に高いバックスイングです。はい、はい、ストライク、繋いでます、繋いでます、4連続ストライクフォース、はい、ここも来ました。44番ね、さあ2人がダブルできた。こちらクレバフォース、さあどうか、あーと登った。あの西村の場合はこのところずっと優勝もあったり強い、姫路は勝ったのが48戦でしたね、はい、ただ大石があの玉地の女王が勝ったのはまだアマチュア時代、そうですね、それ以来ないんですよね。6年勝ってないですからね。そうなんですね。さあ西村が今リードしてますけども、より自力で勝つ道を選びたい。先ほどは嬉しそうな表情を見せた、今のストライクで、これで、もうもし谷川が全部パンチアウトを、持ってきたとしても、はい、スプリット出したので、その対処を考えたわけですね。で、より食い込みを大きくしようと思って、投げた結果が4番、9番という最悪の結果になってしまったと。なるほど、はい、ここをなんとかしておきたいということになるかもしれません。ああ、実にこの西村が第14戦から参加してきたわけですが、西村が初決勝、これで176ピン、したがって酒井は夢の初優勝はなりませんでしたが、かつて11戦で第2位というのがありました。さあ優勝はいつ手にするんでしょうか。あ、今あの控えの方でイメージが涙を流していました。西村もそうですね、もうまぶたがすごく、はい、赤いですね、はい、はい、潤んでます、はい、潤んでます。さあテンフレあと3投で終わらせる、嬉しい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 、西村ウイニングフレームを楽しんでいただきたいですね。ね、はい、あと2回は投げてほしいですからね、しっかりと涙であのレーンが霞みながら、ここでストライク3つ来たら見事です。
どうしよう、いつもダメなんだダメなんだっていうふうに言ってたのが嘘のようですね。これで今日のベストスコア第26戦のベストスコアハイゲームになるのかもしれないですね。さあ姫路が見守る第26戦の最後のウイニングショット伊藤は236見事です。熱い優勝、もう手に入って涙の西村、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。最近父が P リーグ見始めたので、あの父には内緒にしとこうかなと思います。放送まで見事初優勝を果たした西村選手には優勝賞金50万円が贈られた。